崎生意気スクールの佐々木です。本日はこの方に来ていただきました。野球の経歴お願いしてよろしいでしょうか。はい、小学校1年生から名古屋東リトルリーグで、中学校は東名古屋スターズボーイズリーグで中2の時に全国優勝しております。で、高校は秋田の東高校で、3年生の春夏甲子園出場しました。高校卒業してから硬式野球の JR 東海、こちらは現役を5年間やりまして、あの膝の手術などで、若くして引退をしました。で、はい、その後まだ野球を諦めれずに軟式野球の GTR 日生という企業で、はい、33歳まで軟式野球の現役を続けました。はい。で、今は何されてるんですか？はい、その後あの野球を引退して一般の企業で、営業職を経験して、その経験をもとに独立起業して、今は防犯カメラの会社の経営者をやっております。経営者でございますね。はい。ちょっと音声途切れ途切れだったと思うんですけども、愛知県はあの有名な東邦高校出身ということで、甲子園は2回ですか？そうですね、3年生の春夏。春夏、もう私は誰か分かってるんですけども、このバッターはいいバッターでしたね。と、それではですね、まあ、あの、もう東邦高校とか名古屋って聞いてお分かりの方もいるかと思うんですけども、おっちゃんになった顔、こちらに見せてもらってもいいですか？はい、先ほど野球の経歴をお話しさせてもらいました。東邦高校で佐々木君と同級生で、当時4番を打っておりました、井川瑠衣と申します。お東邦高校といえば、同級生は誰いましたっけ？朝倉健太君がドラゴンズドラフト1位で入りまして、はい、でもう一人、岡本浩二というピッチャーが阪神タイガースにドラフト3位で、当時は2枚看板で割と注目されてた学年でした、ね、東邦高校にね、毎年、6月に練習試合行かせてもらうんですけども。そうですね。高島先生と坂口先生のそのビリビリしたこう対決感っていうのもありながら、僕らも東邦高校その時もうものすごく強かったですもんね。その当時はあの結構甲子園でも優勝候補と言われながらも、ね、春夏ともに初戦敗退でした、ね。いや、それがね、僕の中でも本当にあの本当同級生なのかなって思うぐらい、朝倉君もすごかったし、井川瑠衣も4番打ってすごいバッターだなと思ったけど、案外甲子園では初戦敗退っていう。甲子園では初戦敗退でしたね。春はどこに負けたんですか？春はね、平安高校ですね。平安か。そう、平安もまたいいチームでした。はい、夏は滝川大に。ああ、そうですね。はい。はい、いや、もうこんなスーパースター、あの、お忙しいところを登場していただきまして、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。佐々木生意気スクールで、まあ、どういうことをしてるかっていうのは、本当に野球バカになるなっていうことで、勉強を軸に、まあ、将来役に立つために、今何をすべきかっていうことでやってるんですけども、そんなスーパースターのですね、中学校の時の話をちょっとさせてもらいたいなと思うんですけども、うん、中学校の時ってボーイズでチームの練習もそうなんですけど、その自分でどんな練習を結構してたんですかね。そうです、チームはあの、まあ、監督が伊藤さんという監督で元ドラゴンズの選手の野手の方だったので、はいはい、もう本当にバッティング中心の練習をしてまして、はい、でとにかく打てる選手はチャンスが来る、はい、あとはとにかくバットを振る、一日中バッティングのようなチームだったんですけど、へ、そんな中で僕は2年生の時に日本一、まあ、素晴らしい先輩に恵まれて日本一になった時に、はい、どうやったら試合に出れるかって考えたら、やっぱりただ打つだけじゃ出れないんで、まあ、打って走って他の人が考えてないような隙をついたプレーをやるっていうのをまず考えて、はい、やった時にとにかく家でもバットは振ったんですけど、ただ100本振るっていうのは僕は好きじゃなかったんで、はい、まあ、100球だったら、まあ、1球1球この球をどこのコースに打って自分がセカンドベースに立ったようなイメージまでして振ると、はいはい、100本振るのにも1時間とかかかるので、はい、まあ、そういうふうに自分が活躍した姿を想像してやるようになったら結果が出るようになったっていう感じですかね。今でもね、中学生に、まあ、バット振れよとか、家で何本振ってんのとかって話しますけど、まあその振るっていうことはね、もちろん大事かもわかんないですけど、言ってもらったような、例えば2アウト2塁を想定して振るとか、
自分がそこの打席に立ってるっていうのをイメージしたりするだけでも全然違いますよね。多分100本振れって言われたら100本振るのが目的になっちゃうことが多いんで、はいはい、そうすると全くただ筋トレじゃないんで、そうですよね、やってるだけになる練習はやらない方がいいかなっていう、はい、それで、まあまあ、練習、まあ、参考にしてもらいたいなって思うんですけども、うん、どんな考えを持って野球やってました、中学校の時に。中2の時は日本一になって、中3の時はすごい弱い代で、あ、はい、やっぱりその時に僕も一回、当時生意気だったんで、もう、ま、勝てないって分かった時に自分さえ打ちゃいいっていう考えになっちゃった時があって、で、それを今思うと、その当時そういう考えじゃなければ、うん、もっと伸びたのかとか、朝倉くんがドラゴンズ行かれて、いろんなインタビューで高校時代のことを語ってるのを見たときに、すごい、あ、ケントはそうやって思っとったんだなと思ったことがあって、朝倉くんが何かのコメントで、その当時はすごい強かったけど、みんなが俺が俺がっていう代だったから、来てなかったっていうコメントを見た。なるほど。やっぱり僕、高校の時キャプテンやってて、その考えの筆頭が自分だったんじゃないかなと思ったときに、はい、まあ、やっぱり甲子園で勝てなかった原因っていうのは、自分さえ良ければいいっていう選手が多い、やっぱりダメだったなっていうのすごい、今になって思うんで、その考えに早く気づいてれば、もしかしたら違う野球人生歩んでたかもしれないし、まあ、甲子園で一つでも勝てたのかもしれんなっていうのはあります。もう一回野球やれるとすれば、その辺の考えをもうちょっと考え直してやりたいっていうようなイメージですか？そう、多分これ、佐々木さんもそうだけど、もう一回智弁和歌山を3年間やり直せって言われると、すごいきついじゃないですか。きついですね。ですね、僕もなんで、東邦のあのきつい練習をもう一回3年間って言われると、きついなと思うけど、はい、まあその中で、まあ今思うと、自分さえ良ければいいっていう考えを少しでもなくせてれば、うんうん、もっといいチームを作れてたのかなっていう、そこはまあ後悔というか、あの時もっとやっておけばよかったなっていうのはありますね。いや、僕思うのはね、今の中学生の子たちって結構おとなしい子多いんですよ。もっとこう自分が自分がって表にね、アピールして出てきてもらいたいっていう思いもちょっとあるんですけど、あ、そうですね、僕らの時振り返った時には、あ、そういう選手多かったなって思ってたんですよね。一応ね、僕らはその甲子園で、まあ、ベスト4入れたりとかっていうことで、まあ、結果としては伴ったのでね、そんな風にはあんまりこう思わない部分もあったんですけど、一人でやるスポーツじゃないですからね。相手のことだとか、チームのことだとか、いろいろ考えながらプレーできる人っていうのは、やっぱり自分の技術以上のことが出る可能性もありますしね。そうですね。技術はやっぱり個人でも追い求めるべきだと思うし、どうやったら効率よくとか、いかに上手くなるかとかっていうのは、突き詰めていくべきだと思うけど、強いチームとか、自分が後悔しない野球人生を送ろうとすると、周りのことも考えれる選手の方が、はい、いると思いますね。これはでもやっぱ社会に出てからも必要だと思うんで。今の中学生に伝えてあげたいことっていうのは、改めてどんなところですか？そうですね。やっぱり自分で限界を決めないっていうことですね。自分の可能性を自分で潰しちゃうっていう子は、自分はここまでしかできないとか、これ以上うまくならないっていう自分の限界を決めちゃうのがまず一番いけないことだと思うんで、やるべきことは全部やるっていうのと、僕も子供に教えてる中で、常に言ってるのは、野球って準備のスポーツだと思うんで、はいはい、できることは全部潰すというか、それは体調管理にしかり、まあ、試合、大事な試合に風邪ひかないとかもそうですし、うんうんうん、このプレーがあった時に次に何が起こるべきかっていう、いかに準備をするかっていうことによって自分のパフォーマンスで試合の結果とかも上がってくると思うんで、やっぱりどんだけ準備をできるか、あとは、自分の限界を決めずに、個人のパフォーマンスをいかに突き詰めれるかっていうことができれば、必然的に能力も上がって高校で結果出せるかなと僕は思います。自分の自然体のままで打ったり投げたり走ったりっていうことにはやっぱその限界があると思うんで、うん、しっかり前もって準備して打席に入るだとか塁に出るだとか守備位置につくって準備ができていれば、自分の技術のパフォーマンスっていうのは出しやすいっていうことにつながりますよね、やっぱりね。出しやすいっていう意味ですね。やっぱり相手は抑えようとしてくるので、うんうん、そう、自分の持ってる能力を
安定して出すためにはやっぱり準備がいかにできてるか。社会人まで野球やらせてもらいましたけど、うん、やっぱり上に行けば行くほどね、準備の大切さっていうのはすごく言われましたので、中学生においてもね、その辺は全く一緒だなって私も感じてますので、本当に貴重な意見をありがとうございます。いえ。あと、これ最後にですね、今お仕事されてる内容、どういうお仕事されてるんですか、今。僕今名古屋市内で法人さんですとか学校さんに営業して防犯カメラを設置するような会社をやっております。なるほど。もう一個不動産の会社を持ってたりはするんですけど、はいはい、今仕事以外で言うと僕は女子の中学校の軟式野球のチームを立ち上げまして、女子女の子が今野球も盛んになってきて、まあ、そういう野球が好きな女の子向けに日々野球を教えたりしています。同級生でもう刺激を受けまくってるんですけども、会社も立ち上げられて社長になられて、野球で培ってきてなんかそういうものが今生きてるなって思うことってどんなことがあります？やっぱり野球って佐々木さんもそうだと思うんですけど、礼儀とか挨拶、はい、今の時代もしっかりいろんなどのチームでも教えていただけると思うんですけど、社員として採用するなら野球部の子はすごいいいなといつも思う。あ、なるほど。やっぱり何がいいって、まず元気がある、返事がしっかりできる、挨拶がしっかりできる、そういった当たり前のことができる子っていうのはやっぱり社会に出ても役に立つので、はいはい、今チームで指導してもらっていることは必ず将来高校行った時、社会に出た時生きてくるので、なんでそんなことやらないかんのだって今は思うかもしれないんですけど、当たり前にできることになることが大事だと思ってます。そうですね。どこまで行ってもね、やっぱり一人では生きていけないのでね、人と人でまあ成り立ってる世の中ですから、人に信頼されてなんぼっていうところありますもんね、はい。まあ、そういうところってまず一番初めに気がつくところでいけば、やっぱり礼儀だとか、やっぱり感謝をする気持ちだとか、そういったところになりますよね。これはもうだから社会人になっても全く一緒っていうことですよね。あ、一緒ですね、本当に。でも当時やっぱり僕も中学校の時は当たり前のようにグラウンドに両親に送ってもらって弁当があって、はいはい、も選択してくれて、そんなことに感謝ができてたかっていうとなかなかできてなかったんですけど、今のうちからそういう感謝の気持ちを持っていくと絶対いろんな面で伸びると思うんで、まあ、そういったことを佐々木さんが、ね、名前スクールで教えてみる、はい、聞いてるんで。いや、そうですね、はい。まあ、この YouTube を見ていただいている方でね、うちのスクール生もそうですし、井川瑠衣さんのことを知ってるこの名古屋の近辺に住まれている方もそうですけど、井川くんの会社にね、ぜひ就職してもらって、井川さんの元で働くと厳しいけど楽しそうな感じがしますね。そうですね。はい、すいません、お忙しいところいろいろとお話しさせていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。子どもたちにですね、また有益な情報を伝えられるように、佐々木生意気スクールでも頑張っていきたいなと思いますし、井川さんの方も女子野球ですね、はい、もうぜひ頑張っていただいて、直接お会いできることがあれば嬉しいなと思います。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。